初心者でも月利180パーを達成1ヶ月だけで50万が90万に100万が180万になっています初心者でも誰でも同じ結果になりますあなたも月利180パーになれる簡単なトレードロジックを期間限定今すぐ無料でゲットしてくださいえっとそれでは広島ロックの堀江門さんと堀江貴文さんとつながっているようなんで聞いてみたいと思います堀江さんあどうもこんにちは こんばんばは古でございます,す、ね、真っ黒に日焼けしてますけども動きましたね、今回動きに動いたり。そうですね、相当動きましたね。うんあのー、竹部幹事長、まあ、無所属ですけども、応援に来た竹部幹事長と手をつないで、はい、あの堀江さんが泣いてるのを初めて見て、初めて見てものすごい印象に残りましたよいやあれ、泣いてはいないですよ、あれ涙じゃなくて汗です。あ汗が目に入って、あの泣いてるみたいに見えたんですかそう 言い訳してるんですかそれはいや言い訳じゃないですよ <laughs> あ本当にそうなんですか <laughs> 本当にそうなんですよびっくりした泣いてるのかと思ったんですけどもね、あのー、ちょっとウルウルしましたけどねうん、うん、あちょっとねあのー、最新の出口調査をやりますんで、はい、そのまま聞いていただけますか、はい、広,島広島ロックの出口調査の結果です <laughs> え亀井さんがトップで44.7%堀江さんがその次ですね31.4%佐藤さんが22.9%予想通りということになると堀江さんは敗北へということになりますうん堀江さん、はいまあ、もちろん比例はないわけですから無所属で厳しいですねこの出口調査はいやあの出口調査はみんな違うんですけど <laughs> いやでもそんな大きな開きはないとは思うこれ想定内ですか いいやや本当にねみんな違うんんですよみな違うからどれ信じていいのかわかんないんですけどまあはい最後までわからないんで頑張りますというかはい見てますだけどあの今あの私のお隣のお隣にですねは M&A の専門家の一橋大学の佐山さんいるんですねはいちょっと佐山さんとお話しくださいはいこんばんはこんばんははじめましてどうもはじめましてお疲れさまです まあ、一つのね、仕事をゼロから立ち上げた方っていうのは、はい、おそらく、えー、まあ、目標をね。達成した後は、次のターゲットを探しに行くもんだと思うんですよね。はい。それを、堀江さんは政治。というふうに考えられたんでしょうか。はい、うん、まあ、でも、まあ、今回の件に関して言うと、別に、その、次の目標が政治というわけではなくて。あの、まあ、今回の。 あの郵政民営化法案否決されたことに端を発するまあ衆議院選挙の,さ、まあ、あのそ総解散、まあ、解散あったわけじゃないですか解散総選挙になったわけじゃないですか、まあ、それに対してまあ僕ができることは何だろうというふうに考えて、えーまあ、その結果こうなったっていうことですね、はい、あのーはい、普通に考えると堀江さん金の次は権力かっていうのをお決まりじゃないですか、はい、いや政治が権力だっていうのは古い考え方ですよでは何なんですかじゃあ 新しい考え方は権力っていうふうに思うことがすごくそのネガティブな政治に対する皆さんの思いを反映してるんじゃないですかというか、権力でも何でもないと思いますよ、政治は。あの古い権力から新しいこれも一つの権力かなっていう形っていうのは、いつの時代もあるような気がするんですけどね。 いや政治イコール権力って考えること自体が僕はすごく間違いだと思うし僕は権力者になりたくも何ともないですよはっきり国を変えたいそうですね、えー、皆さんのために国を変えたいって思いだけですけどそれを権力って言われちゃうと、まあ、非常に悲しいですよねあの堀江さんおそらく堀江さんのようなね何か成し遂げる人っていうのは政治家としての目標ゴールっていうのは何ですか、うん いや、まあ、まずあの当選することなんで、あの当選することしか考えてないですよ、とりあえず今は今はそうでしょうけど、最終的には総理大臣になりたいとかいうような希望も語ってますよね。ですからあの、今はもうとにかく頭の中、当選することでいっぱいなもんですから、今、僕に何聞いても、当選したいですねっていううことしか出てこないですねそれは分かるんですけども、将来的な国の制度としては、大統領制とか、そういうところをやるべきじゃないかとお考えなんでしょ そ、うん、それはもちろんそうだと思いますね、うんうん、今の首相はあの、まあ、皆さんが選んだわけじゃないですから、うん、自民党の総裁が今、首相になっているだけですからそれに関して言うとあ、まあ、ちゃんと首相公選制なり、まあ、大統領制なりにすべきじゃないのかなという,ふうに僕は思いますね、<ー>今の,このスピードの速い変化の速い時代にはあの強力なリーダーシップを持ったリーダーが必要だと思いますこの国にも当然必要だと思いますね。うん あの堀江さん、今回、仮にですね今こういうこと言うのは失礼だけども仮に負けたとしてですね出口調査の結果どおり負けてしまったとしてもですね堀江さん、これは自民党に対する応援としては全国レベルでこの落下さん含めて底上げして自分はあえてステて石になったっていうところの功績、実績大きいですよね。 いや全然そんなこと考えてないですよもう本当選挙区に入ってみてくださいよもうそんな余裕ないですよもう自分がどうやったら当選できるかそれを考えてそして自分の考え方を皆さんに知ってもらうってことしかもうないんですよねあの皆さんほら東京におられてそのスタジオにおられるとそんなこと多分想像もできないと思いますけど一回あの広島ロック来られてみるといいですよそんなあの悠長なこと言ってらんないですよ本当に何もこっちはスタジオで悠長なことやってんじゃないんですよ いやでも本当にね、んみんな、今、うちのスタッフ、うなずいてましたよ、あの正直言って、そんなことを考えてる余裕はないです、小選挙区で一回立候補してみると分かります、それは。私はする気がないんですよ、そんなこと考えそうなんですけども、だからそういう質問は、ちょっと失礼なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。えななんんでで失礼なんですかいや、だってそんなこと考えてないし、やっぱり堀エモ門の野望、ロマン、こういうことを聞きたいだけですよ、僕は。 いつも語ってることを聞きたいんですよ野望ロマンを語ってるほど余裕がないってことですよ今あそんなにないのそうですよだって小選挙区で立候補してるんですから比例で復活当選でもできるんだったらねまだしもただ堀江さん、はい、冷静になればねさっきの底上げ交換も含めてこれは相当堀江さんの今後のロマンに向けていい流れでもあるじゃないですかいや僕はもう本当一つ一つの結果を 積み上げていくタイプの人間なもんであの先のことをそんな先のことまで考えてやってるわけじゃないですからああ今一つ結果を残していくのが大事だと思いますよ、まあ、まあ確かに一つのターゲット一つの目標とそこに集中していることは事実ですね今までの流れを見るとね、はい、そうですね、はいはい、じゃあ推移を見守りたいと思いますありがとうございました初心者でも別に180パーを達成1ヶ月だけで50万や90万人 100万が180万万がになっています初心者でも誰でも同じ結果になりますあなたも月利180%になれる簡単なトレードロジックを期間限定今すぐ無料でゲットしてください